子猫の地位が始まるよ。子猫の地位が始まるよ。今の近かった？うん、結構近かったな。落ちないよね。わからないぞ。傭兵が夜更かしすると雷様が怒っておへそを取り。ケント君、傭兵はもう小学生なのよ。ねえ。それちっちゃい頃よく言われたよ。傭兵。あ、ちぃ起きたんだ。見て見て、ちぃが寝ている間にこんなに作ったんだよ。残念でした。壊すのは全部できてからね。続きしよう。雷が落ちたんだ。何にも見えないよ。洗い物途中なのに。すぐ治ると思うけど。みゃみゃみゃ。わーい、真っ暗だ。お父さん、お母さん、どこ？ここよ、ソファーのとこ。ケント君？寝室だ。懐中電灯を探してる。暗いタヌキ。そういえばチー、あそぼう。わ、どうしたの？チーが急に飛びついてきた。チー、暗くてよく見えないんだからじっとしてて。暗いなタヌキ。どこ行った？みみみみみ。お、あったあった。ちぃ、それはおもちゃじゃないんだぞ。ここだ。ちぃ、ケント君？って、頼むよ、暗いんだから。あ、見つけた。チさせるか。二人とも何してんの？いや、ちょっと。うわー、明るい。ランタンか、やるわね、ケント君。そういえばキャンプの時に使ったなって。はい、チー、どうぞ。キャンプ楽しかったね。次のキャンプいつにする？じゃあ来週。やった。大会を。こっち違う。あー、てぃー、どこから来たの？心地いいのお家だよ。ん？にゃっ、大きくなってる。怪しいやつら。今度
影と遊ぶの楽しかった？はい、ロッカー行った。そうだ、止まってるのに動き回るから。ん？小ぶりになってる。これで少しは涼しくなるんじゃないか。本当だ。にゃー。停電早く治るといいわね。小ぶりになったし、もうすぐだよ。どうした？あ、何か見てる？何だろう？ん？え？うわ！何か通ったね。ああ、右に行ったな。で、照らしてみるね。コウモリね。え？傭兵、虫取り網取ってきてちょうだい。え？わかった。わかった。なんだ？僕が？ケント君、頼んだわよ。お父さん、入った。お母さん、話して。まずは。チーにコウモリを見つけてもらうの。にゃ、エムヌラなんか言う。もう見つけたみたい。次はせーので上を照らすわよ。え、どうして？コウモリは眩しいのが苦手なの。だから光を当てると暗い方に逃げるの。そこでお父さんが捕まえるんだね。その通り。お父さん、行くよ。よし、来い。せーの、それ。いた。逃げてく。ケント君。うわあ、しまった。お父さん、大丈夫？お父さん助かっちゃったな。そうね。にゃー。あ、にゃ、すっごい綺麗。おお、天の川だ。うわ、こんな都会で見えることもあるのね。地上が暗いと空が明るく見えるんだね。だったらたまには停電もいいね。傭兵ったら。すごーい。おお、すげー。
キラだぜ。キラキララ。ポッチを探しに行くって楽しいことが待ってそうだぞ。次回ファッフィーランドの旅レベル3だち。にゃあっち向いてふいやうよ。せーの、あっち向いて。にゃあ、またね。こっち、そろそろ休まなくて平気かい？全然平気だぜ。行こうぜ。今日もいい天気だな。そうだね。こんな日は。こんな日は？昼寝をしよう。昼寝？進まないのか？旅の基本は急がないことさ。そうなのか。こっちー、こっちー、こっちー。やっぱりどこにもいないね。どこ行ったのかな。こっちいないね。みんなで乗れるのにな。すごい。これならみんなで乗れるよ。やった。
ゴーよーカメこっちミーゴーミーゴーやったーこっち頑張れミーゴー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 カメこっち、はあ、やられちゃうこっち、はあ、こっちをいじめるなこの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 ちこっち今助けるからねそれ僕だってカメギョーカメイガーこっちイガ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 そうだち、すごいだろもうこんな時間。こっち、こっち。眠りながら笑ってたよ。え？どんな楽しい夢を見ていたんだい？夢？行こうか、こっち。お、お、お。思い出した。チーたちと遊ぶ夢を見たんだ。友達かい？そうだぜ。どうしたんだい？子猫のチーが始まるよ。みが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 あみが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 かっけえなディプロ。お？どうしたんだ？腹が減った。
俺も。でもどうすんだ、この辺食べ物なんかなさそうだぜ。こっち、そんな時はな、流れに身を任せるのさ。身がジタバタしたって仕方ない。やめておくんだ、こっち。え？そいつはあまりおいしくないよ。食べたことあるんだ。なんだ？似た猫ちゃんたちかい？あんたたちもしかしてお腹が空いてるんじゃないの？じゃあね、またね。ディプロってすげえな。ミガ、どうしたんだい？ディプロ、チーみたいだ。チー、あいつもよくそうやってたんだ。ポンポンラー。そんなぐうたらなことするのあいつだけだと思ってたぜ。君はチーのことが大好きなんだね。え、まあな。チーは今どこにいるんだい？どうせお家だろ。ん、やった、水だぜ。ディプロ、やめときな。お前らが叶う相手じゃねえ。元気そうだな、ディプロ。久しぶりだね、親分。僕と同じ旅猫なんだ。はあ、彼らには会えたかい？いや、まだだ。彼ら？お前さん、ディプロの連れか？まあな。珍しいな。え？あいつは一人が好きだからな。そうなのか？よっぽどお前さんのことが気に入ったんだろ。お前さんもその小さな体で旅猫になるなんざ、よっぽどのことがあったんだろう。俺は別に。悩みがあるならディプロに話してみな。そうだな。あいつは変わり者だけどな。さようなら。あばよ、お気をつけて。どうかしたのかい？お家ってさ。なんだい？誰なんだ彼らって。さっき親分と話してただろ。ああ、昔一緒に暮らしてた人間たちだよ。え、ディプロも人間と暮らしてたのか？
首輪。君にも一緒に暮らしてた人間がいたのかい？いねえよ、そんなやつ。俺にはお家なんかねえ。昔、僕は人間の仲間と暮らしてた。二人は夫婦で、とても仲が良くて、いつも優しかった。でも、ある日を境に、二人の様子が変わった。家の中のものが、だんだん減っていったんだ。どうやら彼らは遠くへ行くらしい。その時、僕は逃げ出してしまったんだ。そしてしばらく家で待っていたが、それ以来彼らには会えていない。あの日、なんで逃げ出してしまったんだろうな。ディプロ。ん？お家ってどんなとこだ？居心地のいい、とっても幸せな場所だ。とっても幸せな場所。だから、シロシロは来なかったんだ。シロシロ？俺の弟、人間に連れて行かれた。それで？ずっと待ってたんだ、俺。でも、シロシロは来なかった。お家で幸せに暮らしてたからさ。水もご飯もたくさんあって、ふかふかの寝床もあって、新しい家族と一緒で。それはよかった。は？シロシロはお家で幸せになったんだ。なんだよそれ。俺はずっと待ってたんだ。そうだね。なんだよ、偉そうなこと言いやがって。こっち。結局お前らにはお家があるんじゃねえか。俺にはな、生まれてからずっとそんなもんあった試しがねえんだよ。こっち、落ち着くんだ。こっち、ついてくんな。どうして逃げる。ついてくんなって言ってんだろ。危ない。みんな、ディプロ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 、ミガ。大切なのは、よく観察することだよ。キララを狙う強敵が現れたって。よし、守るんだ。次回、チーとヒララと泥棒猫、共
飛べ、チー。にゃあ、あっち向いてほ